とりあえず友達、友達っていうか、言うて週1ぐらい、こっちの収録っすよ、分かるでしょ、空気感的に。あ、俺一応武士と付き合ってるっていうか、そういう感じやんか。ここはえ、ここはそうなの。アメさん、こんにちは。キャバクラ一人で行くやつ、メンヘラよろしくお願いします。いいさですか。いや、行ったことない行ったことないぞ、行ったことないぞ。今日なんですけど、はい、まだ今日ヒカルさんのところに撮影を行くということで、はい、ラファエルをドッキリまでかけたいと思ったんですけど、さすがにもう僕らだけでやってると感づいてきたりするじゃないですか。まあそうですね、もうそれうざいんで、感づくとか感づくとかうざいんで、ちょっとヒカルさんとかまだ協力してもらおうかなと思って、はい、ヒカルさんにも連絡してるんですよ。はい、もうラファエルが全演者で前様してるんで、今日なんですけど、で前の動画で言ったミシちゃん、あ、はい、そうです、そうです。でも最近またちょっと寄ってきて、より戻したかなんかで仲良くしてるんですよ。得意じゃないですか、あのより戻す系より戻す系男子じゃないですか。でそれ仲良くしちゃってるんで、ちょっとまたもう精神的に痛みつけていこうかなと思いまして、でヒカルさんとだからミシちゃんが付き合ってるドッキリ、はい、はい、でもうミシちゃんが今ヒカルさんとか行ってます。あ、もう、はい、もう行ってもらってます。でそこでヒカルさんと仲良くしてるラファさんが行ったらちょっと止めてもらって、いやいや今まずいですみたいな、そういう感じにして、だからラファさんもええやんええやんみたいな、いつもの関西人みたいなええやんええやんって入っていくんで、はい、でそれで止めて、その時に鉢合わせしてもらうっていう、で気まずい雰囲気して、それはなりますよね。もうこれはもうリアクションでいこうかっていうことですね。今日はだからもうヒカルさんのとこ今から行くんで、だからエル君はいつもあの下に隠し画面みたいなやってやん、あーみたいな感じでもうやってもらえば。だけどなんでイーさんって毎回そんな面白い企画を持ってるの。おもろいっしょ、はい、絶対おもろいっしょ。いやもう分かった、天才だなと思います。うん、もうだから何何も出てこへんけど、まあ何も出てこへんから、もう行こうかな、はい、そう、面白すぎて、うん、面白いこと思い浮かびすぎて逆に何も出てこへんから行こう、もうそういうこと、行こう。さすが、ギリギリや、ギリギリ遅刻や遅刻ギリギリ遅刻や、そうなんや、開いてんじゃん、もうよし、お疲れっす。あ、漢字今日1時っすよ。1時っすよ、今日。何っすよ。1時。いや、マジで1時。え、ラザ。1時っすよ。1時でやってるでしょ。餃子臭いぞ。いや、とにかく。あ、ちょっと、ちょっと今の無理なんすよ、マジ。1時でしょ、今日。いや、3時です。いいじゃないですか、もう、いさしてください、汚いから。1時っすよ。なあ、いさしてください。入ります。一旦、ちょっと今。温度おるよ。温度おるよ。大丈夫ですか、やばいですか。はい。いいっしょ。いや、ラザ。ほんまに。じゃあ、なんで、いや、うるすぎですよ。ちょっと、いや、ダメですよ、本当に。なんで、いいでしょ。これ、よくないです、本当に。なんで、なんで、なんで。もしかして、ビッグとかなんかおる？ビッグとかなんかおる？バレたらなんかおる。バレたらなんかおる。いや、でも、それで、いや、なんか、なんか。宇宙人おらんよね、くれ、くれ。なんで、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 なんでそんな気づいた、今日。ネタですよ、ネタとかじゃなくてマジで帰った方がいいっすか、帰りますか、帰れへんって、ちゃんと帰ったらあかんて、ちょっとあれじゃなくてマジで何の権限があるやん。いや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 、時間通り来られてもらえたら何通るの、何通るの、2時間前に来られても別に、いやいや、なんで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 、いや、ちょっとネタっすよね、ネタっすよね、ネタとかじゃなくて本当にガチですか、ガチっすね、ガチっすね、でも100年も大丈夫やってますよ、100年関係ない、100年もいやいやいや、ちょっとぐらいいいでしょ、マジで。だいぶなんですね、今日。ちょっと、ほんとに。また8時まで。あとは、だから、あれですね、1時間半後に来てもらったら、これでもラファさん、なってないですか？ガチって言われて、俺、ガチって別に、寝てますから。別に、静かにしてますから。いや、寝てますからとかじゃないですよ。それ、わからないですよ。わからないですよ。なんで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 、え、今日はちょっと本当に、いやいやいや、時間やばい、時間ないですよ、まだいや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 え？え？ガチ？え、なんでなんでどういうこと？どういうことですか？え、どういうこと？ちょっと待って、ちょっと、どういうこと？どういうこと？え？マジ？え、ちょっと、ミシマジで寝てるの？あ、ヒカルさん、友達？友達っていうか、まあ、え？もう
思い出ってなったら、うん、デート中に、ああ、いた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 いよく、うんっこなんですよ。一緒に歩きたくないっていうか、その後ちょっときつい結構踏むよはい、暑かったもんな、ほんまに、ね、ちょっと早めよ、早めよ、はい、熱っ、熱っ、熱っな、待って、水って言ったんだけど見るじゃん。めっちゃ。ごめんごめんごめん。急に雑。あ、ごめんごめんごめん。ごめんごめんごめん。ごめんごめんごめん。ごめんごめん。そうだそうだ。映画館とかで映画のコメディとか笑うシーンで、もうめっちゃ大声で手で。めっちゃ周りシーンってなってなっても最後までずっと。めちゃくちゃ楽しい。食洗やってたの。あったかいな。うまい。あったかい。ちょっと見ちゃって。ちょっと逃げ腰出てくる。いやいや、ほんまに。ちょっとここ付き合ってる。いや、ちょっと付き合ってる。ミシュルが来たでしょ。いや、無理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 。あれ、知り合いなん、ここ知り合いなんすか。いや、もうちょっと前繋がってインスタで。あ、そうなんすか。あ、そうなんですよ。え、ビビった。え、ほんまに。なんかラファさんと仲いいって聞いて。仲いいっていうか、まあ一応彼女っていうか、まあそういうあれなんで。はい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 。え、いつからっすか。ビビった。マジっすか。まあ結構その最近はいいよ、いますよね、うん、まあ、ずっとって言ったら言い方あれですけどね。ずっとガチっすか、はい、え、マジ、え、ビシマジで最近ずっとこっち。最近ずっとこっち。そうですね、ずっといますね。マジで出向してる社員の言い方やん、それ出向してる社員やん、それちょっとできるやつ。え、俺一応ミシと、なんていうんですかね、そういう関係なんですよ、ね、はい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 。知らないですもんね。いやー、ちょっとあんま聞いてなかったっすね。え、ミシ言ってない、それ。別に言う必要ないかな。いや、昔ってことですよね、要は、うん、いやいやいや、運じゃなくて、昔っていうか前ちょっと仲良かったで、こう、まあ、ひっついて離れたりで、ひっついたりみたいな。だから全然今ひっついてるんですよいや、でもずっとこっち。そうなんですか、うん、でも、会ってないでしょ、全然。ぼっちぼっちです。言うて週1ぐらい会ってますよね。埼玉との遠距離ぐらいの距離感で会ってますよ、東京埼玉、まあ、言うて飯とか食うぐらいってことですよね、別に。こっちでも収録っすよ。収録会ってんすか。え、ガチ。え、収録で会ってるの。え、ちょ、ほんまのやつって言うと、ちょっと、え、気まずい、気まずい。いや、僕らはちょっと気まずいですね、なんか。気まずいってことは、確信犯や。いや、でも今、それ判明して気まずくなったっていう。だから逆に言ったら、俺は普通に、家になんか女の子いる状態で、ラファさんあげるのどうかなと思ったんで、ちょっと、マイさん、要は断ってたんですよね、どっちかって言ったら。さすがに。これ気まずないですか。だから、言ったじゃないですか、最初に。だからもう、やめとけって、俺。いや。わかるでしょ、空気感的には。いや、さすがにミッシュっていうか、その僕の関係してる女おるとは思わないでしょ。知らないですもん、関係してるとかも。正直僕からからしたら中1だし、うん、なんせこっち収録だ。いや、え、そっちっすね。じゃあそっちっすね。え、マジっすか。え、ってどうします、今日っていうか。え、ちょっと待って、え、ミッシュ付き合ってるっていうか、そういう感じやんか、ここは。え、ここはここがそうなの。え、そうなのっていうか、逆に嫌じゃないですか。すれ違ってるんです、ちょっとなんか普通に連絡取ってない間に。いや、まあそうなんですけど、はい、逆に嫌じゃないですか、ここ繋がってるのに。なんか、いや、でもまあそのなんか過去の話とかしだしたら気にないでしょ、別に。そうなんです、言い出したら。だってどんな可愛い女の子で昔の元カレなんて大したことないですよいや、これマジでマジで。あ、まあ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 、そっていうレベル感でしょ。はい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 。え、マジ。まあまあ、でもまあその上で OK なんやったらいいですけど、逆に OK なんやったら、まあその俺が決めることじゃないか。まあでもミシュが決めることだから、結局その OK かどうかって。まあまあそうですね、俺らがどうとかじゃなくて。確かに。まあそうですね、確かに。まあまあまあ、え、それ、え、気まずって集まってきた、なんか気まず。あ、ミシュ、あのお茶取ってきて。あ、うん、 OK。 え、あれマジなやつですか。いや、マジなやつですか。マジか、それでも気まずないですか。冷蔵庫お茶ないんだけど、いつでもいい。あ、絵で OK。 気まず。え、じゃあ結構、え、短いですけど、はい、合ってるのは長いですもんね、じゃあ。そうなると、ああ、そうですね。関西行ったりもしてますよ、普通に。
え？え、ミッシュ関西いたりしてんの？一緒に？え、それで、え、大阪そんなに？マジ？え、今日だって撮影ガチであるじゃないですか。それどうするんですか？それはやるんですよね。あ、やります、やります。あ、じゃあもう、ミッシュも帰るの？いや、まあ普通に全然、家に。家にそこに、そっちの部屋に。あっちの部屋に行ってもらって。いつもの、いつも。いつも、え？マジ？え、じゃあ、え、ぶっちゃけ、付き合ってるってことだから、そういうこと？まあでもまあラフさん表情で嫌なんで付き合ってますよ全然もちろん。マジ？じゃあ付き合ってるってことはもうじゃあここはもうあれですね、何もないっていうか何もないって言っても最近ありますけどね別に、まあ、でもねご飯ぐらいだし。でもここは何もないですね、うん、でもミシュルはそうやったらまあそうですね。まあでももうラフさんも大人なんで。マジ？ミッシュとマイスさん応援してやったらどうすか。え、そっち？え、ミッシュ？え、ヒカルさん、え、え、ヒカルさん、え、な、仲いいですか。いやまあなんか仲、まあ仲いいっていうのは普通にあれ。え、ちょっとミッシュ止めて。もったいないから。え、付き合ってるんすか。え、マジ。どっち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 。カメラ回ってるやん。回ってるやん。え、どっち。なになになに、びっくりした。なになに。え、なに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 。え、わかんないっすか。え、ヒカルさんとミッシュが付き合ってる時っす。え、はい、うちのチャンネル。そう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 、だからヒカルさんとお願いしてやってたんですけど、うん、この1分ぐらいしかないで。そうそうそう、だからもうヒカルさん笑っちゃったんで、ちょっとちょっともう、わかんないっすね、これは。ヒカルさん、あ、そういうことね。はい、カメラなんかお前もこの辺だよ、構えろよ。こんなん俺振り見たら終わりやん。ここで構えろよ、ガチ。ミッシュさん、それだけできた。もうさ、ミッシュさんさ、これもう連絡でもいい、取ったらあかんって、これよ。もう言ってるやん、取ったらあかんって。え、これどうするんですか、動画見せるじゃないですか。やりましょう、どうすんだ、これも。なんとごまかしましょう。そうですね、頑張りましょう。はい、言うは自分悪いのに。え、仕掛けてもらってるんで。無理がある、設定に無理があるでしょ。じゃあこっちがミスですね。設定に無理ありすぎるでしょ、そもそもこの企画自体が。いきなりラファエルの今カノが何でかわからないオールドインにいるっていう。たまたま、あの、家来たら3時の予定が1時で聞いとったみたいな意味わかんない。演技めっちゃおかしかったわ。そんなミスしないでしょ。めっちゃおかしかったもん。絶対マイスさんが俺にそんな NG 出さへんから。いや、アホやからいけるかなと思ったんですよ。アホかお前、やめとけお前。俺アホバラすな。え、どうする、強行するのこれ。やりましょうよ、もう演技でいきましょう、こっから、うん、こっから、ね、はい、頑張ります。いつもみたいな演技でいきましょう。いつもあの、いつも指示してるんでしょ、どうせレミさんとかに、これこうやって言って、これこうやって言って、今俺がこうやって言うから、これこうやって言って、編集マン、あの、これこれカットこうやってこうやって、あの、レミさんみたいな編集入れとって、テロップで心の声入れとったら OK やから。全部指示します。ただちょっとカルムみたいな時期で編集叩かれるから言わんといて。めっちゃこの細かく指示してる。うちの編集マンと繋がってない、もしかして。ワンちゃん、ここ繋がってないけど編集マンと繋がってない。ワンちゃん、え、じゃあ続けていいですか。じゃあまあ、やりますか。じゃあどうすんの、いいさん、それ続ける。やらせしかないんですよね。うちのチャンネルだ、はい、もう、うちのチャンネル、もうそうっす、うちのチャンネルやらせしかない、やらせしかないっすね、ほんまに。ミッシュさん、じゃあこっち座ってもらっていい、はい、また今日も可愛い格好して、ありがとうございます。なあ、身長ちょっと伸びた。可愛いなって。なんか親戚のおじさんみたいな。ほかやめとけ。ミッシュさん、ちょっと座って。じゃあもうページめくりで、ページめくりでいく、はい、もうその強化する、特別なやつ、特別なやつ、いくすか。じゃあ、あれにしましょう、マイスターの彼女だったって流れにしましょう。ああ、ちょっと視聴者のドッキリも兼ねて、俺の彼女だからタイトルで面白くないんで、流れで俺の彼女っぽい雰囲気出せるんですけど、最初にマイスターの彼女だったってオチにしましょう。そっちがおもろい、そっちがおもろい、確かに確かに。ちょ、それ、そういうちょっと伏線をちょっとなんとか。でも本人に確認したいと、それ嫌って言う。本人のブランディングもあるでしょ、そこ。まあ確かに。じゃあそれやりますか。はい、やりましょう。あ、すいません、じゃあお願いします。はい、お願いします。え、え、ここは、ヒカルさん、ここはあれなんですよ、その…
どう行く、ふざけた方がいいんちゃう、やっぱだから動画で見せみたいな、おかしいやんな、どう考えても笑っちゃいますけど、めっちゃまあね、まあ真剣に見るやつもおるでしょ、中には。じゃあ、真剣な方がいいですね、じゃあ。いや、真剣な方がいいですね、じゃあ真剣な方がいい、頑張ります。いや、でもずっとこっち。そうなんですか。うん、でも会ってないでしょ、全然。ぼっち、ぼっち言うて週1ぐらいだったんですけど、こっちでも収録っすよ。収録あってんすか、え、ガチ。集合から6をぐらいにいますね。どっち、集合と6どっち。6です。え、そっていらないと思います。いらん、いらん、いらん、これふざけちゃうんだよ、俺。そう、だって言わないです、絶対。言わない、言わない、言わない。集合か収録、どっちがいいの。言わないです、絶対言わないです、リアルやったら。あとミシュって呼んでる時点でちょっと距離あるでしょ、本名じゃないですよ。え、マジで本名じゃないの。嘘やん、嘘やん。それだって言ったところでそっから言えないですもん。それふざけないですよ。そうやね、俺どうしようかなって。そっから無理ですどうしようかなって。そこカットっすね。まあそうですね、確かに。まあまあまあ、お茶立ってきてます、ね、なんでそんな声ちっちゃい。なんでそんな声ちっちゃい。取ってきてやん、取ってきてもらっていいって。優しすぎるやん。いや、なんでもいいですよ。なんでもいいです。なんでもいいです。でかいお茶とできます。でかいお茶とできます。この大きさじゃなくて2リットルの大きさ。ちょ、熱い。前田ちゃん、熱いっす、熱いっす。ちょ、熱いっす。俺、温度下がらないですか。下げます。熱ふざけたいな、めっちゃふざけたいですよね。これオフショット出してめっちゃ面白いですけどね。確かに出してもいいですけど、オフショット出したら面白いですけど、ね、熱いんですよ、熱いんですよ、熱いんですよ。なんで消すの。なんでやるんでした。熱いって言ってんのに。あ、それか、冷蔵庫見ても落ちなかったから水でいいっていうくだり欲しいですね。あー、ここがタメ口で、タメ口、タメ口で、あー、全然いいねって感じで、あっちから、あっちから水買っとけよっていう。いや、いらないよ。それもない、それもない。いや、それよくないですよ、絶対に。いや、オフショット出るから、俺の指示やから。オフショット出るから大丈夫。俺の指示やから、すべては水買ってきて。いや、水買っとけよ、置いとけよってこと。お茶じゃないですか。お茶、お茶がない。あ、そう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 、水しかなかったんで、そうそう、それでお願いします。いや、まあ、インドでいいですか。マジというか、まあ、ここしこらなければいいですけど、なんか、いや、まあ、全然ちゃんと言っとかないと、あれから。仕方ないし、逆に俺も知らなかった。冷蔵庫お茶ないから水でもいい。お茶買っとけよ。言うてんの、俺もちゃんとやってくださいよ。何がおもろいの。お茶買っとけ言うだけでしょ。お茶買っとけよ言うだけでしょ。だもん。熱もうちょっと、もう一回、もう一回、もう一回、声の出方しました。どっから声出した今。どっから忘れたかって言われて、どっから声出した今。お茶飲んだ方がいいんちゃう、ほんまに一回。冷蔵庫だとお茶ないから水でもいい。お茶買っとけよ。ごめん。ちゃんとやるしや。ミッション笑ってやるよ。こっちがおかしいでしょ。キャラ変わりすぎでしょ。俺が家で上がるんだよ。俺がいや、もう茶買っとけよって家で上がるんですけど、マイスさんが家やばいでしょ。どんだけキャラ変わったのに。そこでバレますよね。そのまあ、おかしいですよね。だから最後オフショットがあるから、そういうことやって、これ全部使っていいんですよ。ここはここは本番で出すみたいな。いやいや、ここはだからここのお茶買っとけってやるとやるんですけど、それ全部ボツになったっていうのが悪いじゃないですか。1個だからそこは最後オフショットにしますよ。それはずっと言ってるよ。それはずっと言ってるよ、最初から。それはずっと言ってたよ、俺、最初から。何を言ってんの。自分が今提案したみたいな。それを今やってるんですよ。いや、もうこの設定無理やりか、もうやめへん。いや、絶対か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 。イーさん、なんか呆れて、もう携帯ずっと言ってる。イーさん、見てる。あいつ、あえて笑ってるんで。あいつ、あえて笑ってるんで。いや、ここは一応ある程度やりましょう。ある程度やりましょう。お茶買っとけよ、じゃあやります、まだ。やる。じゃあお茶買っとけ、なしで、じゃあもう A でだけにしましょう。笑っちゃうんだよ。はい、じゃあ A でしょ。面白い、面白い。A、A で。ほんまはお茶買っとけよって、なんか A で変わってるでいいじゃないですか。短いですけど、はい、合ってるのは長いですもんね、じゃあ、そうなると。ああ、そうですね。関西行ったりもしてますよ、普通に。ええ、ミッシュ、関西行ったりしてんの。一緒に行ってる。マジで。ボディービル
ルダーやん、それボディービルダー、ロッカールームやゴールドジムのロッカールームでおらせやつちゃんとやってな、ゲラやろ、ほんまゲラやろ、僕はちゃんとやってるやつ、俺が飲んだ瞬間にこいつは悪くでしょ、もう無理ですよ、その段階でゲラやね、自分でほんまに、いやいや、おかしいでしょ、どう考えてもこんないけるいける、何にも編集マンが遊ばなかったらいけます、これ何にも笑わずに、突っ込まずに、これ飲んでるってやばいっしょと、付き合ってるってことだから、そういうこと、まあでもまあ、ラフさん表情で嫌なんで付き合ってますよ、全然、もちろんマジそこまで言わさんつかせおい、誰がアドリブで喋れって誰がアドリブで喋れって全部俺の指示に従えよ弟勝手に笑ってまうよ俺の指示に従えよ誰がアドリブで入り込めて原因をやりたまあでもラフさんも大人なんでいやまあまあまあ、それというもう本人が選ぶのは運転ってどうすか、マイさんとミッションのことえ、そっちいや、だってもう一回ちょっとあれですね、くぐみでしたね、ちょっと早すぎましたね、フライングリアクション、フライングリアクション早すぎましたね、ちょっと用意してたリアクションとかしました落とし穴開いてんの、落ちた、はい